はいですね、兵庫県神戸市ですね、神戸でいます。で今神戸、三宮の方面に今いたんですけど、ポートタワーですね、これから行くためにですね、海岸近くのね、道を西に歩いてるんです。こんな感じですね。結構ねビルが多いで、ここら辺会社も結構多いのかな。あそこ見ると東京海上日動火災ってあるんですけどね、まあね結構会社多いなんで、サラリーマンですね今。もちろん時間がだいたい10時ぐらいなんですけど、まあ大体今会社の中ですね、出るようになってるね。お昼時になってくるとやっぱ出てくるのかな。で向こう見ると神戸の水上警察です、ここら辺でも結構ねこんな感じのレトロなね感じのね昔ながらの建物も結構あったりします。新しい建物と混じってる感じですね。まあよく横浜の方なんかもねこんな感じとかあるんですけどね、西の横浜みたいな感じですね。港町としてもやっぱり神戸って有名なんですけど、横浜も港町で有名ですけどね、同じような感じかなって感じがします。同じように外国人のね居留地なんかもあったんでね。でこれ見たら大丸インテリア館、すごいな。向こう見るとね、早速ポートタワー見えてきました。メリケンパークってなんだろうな、すごいですねこれ。